じゃじゃん、五島県函館ヘルシー昆布カレー真昆布使用。昆布カレー、はい、昆布ロードと昆布の歴史なるものが書いてありますね。北前船とかそういうやつですよね。昆布、イカ、野菜、まあ、昆布ってことはシーフードカレーってことですよね。五島県、函館の有名なカレー屋さんらしいんですけども、よし、じゃあ食べてみるか。トゥルルルルルルルン、わかりますかね、この色。ちょっと昆布っぽい色が入ってますよね。あ、なんだよこれ、昆布、結んだ昆布が入ってます。4、5、結構昆布入ってますね。あとマッシュルームも大量にあります。いただきます。これは昆布だしだな。じゃあ肝心の昆布を食べてみますよ。あ、これはもうねっとり柔らか。あ、これはイカかな。お、イカですね。まあシンプルです。昆布、イカ、その上にカレーが乗っかってるような、まあ要は出汁ですね。出汁としての昆布とイカ。わ、人参が入ってる。昆布巻きみたいなね、トロットロの昆布ですね。柔らかいの。関西風の昆布だしとか、あと昆布茶とか僕すごく好きなんで、まあ、この昆布カレーもありですね。シーフードカレーです、これは。五島県函館ヘルシー昆布カレーでした。